はい、まだですね、受付の方、予約されてて、来られてない方もいらっしゃいますけど、今日は配信の方もしておりますので、一応定刻通り進めさせていただきたいと思います。はい、では、配信でご覧の皆さん、よろしくお願いします。あ、はい、振っていただいてありがとうございます。はい、それではですね、本日、若者かける街づくりということで、始めさせていただきたいと思います。はい、私ですね、本日、進行の方を務めさせていただきます、立山矢守社の漆原と申します。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、このですね、アンモカーモミートアップなんですが、令和4年度の立山市リノベーションまちづくり事業の一環として行わせていただきます。ちょっとまず私の方から、このリノベーションまちづくり事業について、少しだけお時間いただいて説明させてください。その後、進行の永森さんにバトンタッチさせていただきたいと思います。リノベーションまちづくりなんですが、2018年の8月からですね、始まりまして、官民連携事業ということになりまして、今年で4年度目を迎えるというところになります。ちょっと画面が見づらいですけどね。4年経ちまして、いろんな兆しと成果が出てまいりましてですね、ちょっと真ん中に立山駅があって、この六軒町と言われるような北条周辺ですね、新たな店舗ですとか事業者、そして、そこに関わる方々が、たくさん創出され始めましたというのが今の現状です。でちょっと数え方にもよるんですが、大体25件程度、準備中5件含むというような形でですね、空き店舗、空き家を改装した店舗であるとか、これまでずっと使われてなかったものを新たな業態として、事業化されるような例が、出てきたというのが、4年目の現状でございます。で、この令和4年ですね、7つの施策を行うことになっておりまして、ちょっとざっとご紹介させてください。一つがですね、リノベーションまちづくりビジョンの策定を開始しましょうということで、ちょっと検討メンバー、主にこの市内でですね、事業をやられている、若手の経営者の方を中心としまして、8月の2日から検討会が始まりました。合計4回の検討を経てですね、何らかのこう、ビジョン、構想を作っていこうというようなものですね、取り組みです。で、これ8月2日、高田旅館で行った感じですね、様子です。はい。で、もう一つがこのアンモカンモミートアップですね。7月の30日から始まりまして、本日が3回目。次回が9月の14日になってますので、皆さんまたご予定いただければと思います。はい。そしてもう一つが立山町中相談、企業相談室ということで、こういったイベントで通してですね、ちょっと私もやってみたいなという方はですね、ぜひ、空き店舗はないのかとかですね、事業計画書の書き方を教えてほしいとか、こういう分野で活躍している人をつなげてくれないか、みたいなことを、官民連携でサポートしていこうという制度ですね。はい。主に雇用商工課の皆様と、はい、我々矢守社のメンバーでやらせていただいております。はい。そして高校生によるまちづくり部活動、これ昨年度も行ってたんですが、今年も行ってまいります。阿波六軒高校。実際の高校ではないんですが、架空の高校名という感じなんですけども、高校生によるまちづくり部活動という感じです。で、これ昨年の様子ですね。牟田健人さんがファシリテーターで。はい。地域のいろんな職業、いろんな大人たちと出会ってもらって、地域を知ってもらおうと。で、それで地域に愛着を湧いてもらったらですね、やがて、東京に留学をしたとしても、いつかはこの街に帰ってくるんではないかなというような、若者育成、交流の機会というのもやらせていただいています。で、ちょうどあさってですね、ちょっと体を動かすような機会もやろうということで、タイブサ岬ですかね、の方で、はい、コーステアリングをしてですね、ちょっとチームの、温めていこうというような企画も予定されたりしています。で、もう一つが、5つ目が空き家ループという施策なんですが、これは実際の空き店舗等をですね、みんなでグループを組んで、チームを組んで、リサーチをして、こういう活用したらいいんじゃないかという事業計画を書いたりですね、で、じゃあ実際そこで DIY で何か作業してみようみたいなことを、一泊二日の合宿形式で行うものです。で、昨年度も2年、2回行ったんですが、今年も2回予定しているんですが、ちょっと今、物件の開拓中というところになってまして、おそらくこの年度の後半に開催される形になるかと思います。はい。ご興味持った方はぜひご参加ください。で、施策の6つ目ですね。地域団体との交流会ということで。はい。この脇のスペースですね。もともと駐輪場跡地だった、駐輪場だった場所ですけれども、今現在、トライアルパークという名前を仮につけまして、キッチンカーを置いて、新たな賑わいを作っていこうということをしていますが、ちょっとイメージ図ですけどね。こんな形で、
地域の方と野外パーティーであるとか、まあ、マルシェみたいなことをやっていきたいと思ってます。はい、まあ、ちょっとこれもビアガーデンからスタートの予定だったんですが、ちょっと昨今の情勢を受けてですね、ちょっとビアガーデンは今スキップという感じなんですが、まあ、ぜひ秋に向けて実現していきたいと考えております。はい、そして7つ目が、まあ、このトライアルパークなんですが、まあ、定常的に、にぎわって人が集まる場所を作っていこうということで、まあ、今昼の風景とあと夜の風景ですね。で、今日も夜9時までは営業しているということで、まあ、ビアガーデン代わりに、お使いいただく方も少しずつ増えていくかなという感じです。で、まあ、今後は、いろんな、例えばミュージシャンの方のこう発表の場だったりとか、ダンスの発表の場とかですね、まあ、そんな形でも活用していきたいと思っておりますので、何かご要望とかある方はお寄せいただければと思っております。はい、ということで、まあ、盛りだくさん今年7つの、試作イベントを行っていきますが、その一つがこのアンモカンモミートアップでございます。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、ここからですね、本日の、コーディネーターでありナビゲーターの永森さんをご紹介したいと思います。はい、はい、永森さんはですね、お隣の南房総市在住。はい、はい、大丈夫ですか？入ってますかね？はい、入ってます。はい、で、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけども、まあ、館山市のど真ん中ではなく、ちょっとお隣の南房総市というところなんですが、まあ、日域居住なんて言葉がない頃からですね、東京と館山、阿波の日域居住をして、まあ、今は移住されてますけども、山名ハウスというところを中心にしてですね、まあ、ちょっと移住検討者の入り口になったりとか、まあ、いろんな関係人口創出をされていたり、はい、ということでですね、結構都会側の方とのつなぐ係なんかをやられている方なので、少しこう館山市と少しだけ違う目線でですね、まあ、いろんなこう引き出していただけるんではないかなということで、はいはい、今年、4回のセミナーを、永森さんにテーマ設定と、あと、登壇者のコーディネートをお願いしております。はい、では、はい、永森さん、こちらからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めまして、永森雅史と申します。よろしくお願いします。はい、今ご紹介に預かりました。私ももう、さっき2007年ですかね、2007年からいわゆる、ね、日域居住と言われるものをしておりまして、実は最初は館山市の水岡っていう、須藤さんともすごい近くで、そこで始めて、ありますね。あ、来ました。はい。で、そこから、2拠点生活みたいなことをして、2013年から移住して、今に至るという感じです。で、南房総市、今、漆原さんがおっしゃったように、三好で、まあ、合流拠点ですね、都心の人が、こっちに来るきっかけみたいなことを、例えばナハウスっていうところでここでやったりとか、あとはちょっとコロナで2年3年ぐらいちょっと中断してるんですけども、新宿で南房総2拠点サロン、これ南房総市というよりもいわゆる阿波地域とかもっと富津とか、勝浦も含めたこの千葉の南の方のことを東京で語り合おうみたいなことをやっています。で、この一番右なんかは昨年度ですね、観光庁の事業で東大の岡部県とそれから JR の JR バスカントですねと一緒にモビリティの実験、今年も LAC でやってるんじゃないかなと思うんですけども、そのお手伝いをしたりもしておりました。はい、よろしくお願いします。はい。で、これやっちゃいましょうか。はい、すみません、お待たせしました。今回、若者×まちづくりというところで、矢守社さんと今回、このイベントを一緒に考えていく中で、3年間、館山のリノベーション、まちづくりをやってきたというところで、もう3年間というと結構いろんなことをやってるんじゃないかなっていう話を、まあ、矢守社、漆原さんとして、じゃあそのまちづくりを一回ちょっと振り返ろうというところで、じゃあまちづくり何だってこう一言で多分言えないよねっていうところで、私の担当としては全4回、いろんな角度でこの館山のまちづくりを振り返って、で4年目、さらに5年目、6年目につなげていこうという、テーマ設定をしました。で、前回は初回ということで、まあ、街づくりといえば空き家だなと
というところで、空き家かける街づくりだったんですけども、今回は若者かける街づくりと。これは、いろんな角度で話は出たんですけども、や森下としても若者は必要だっていう話だとか、それから、館山のみならず、全国でも、地域、地方行くと若者がどうしても少ないと。で、館山及び阿波地域は、大学が、医療系が、ちょっとあるぐらいで、どうしても若者が少ない。で、さらに少子化で少ないみたいなところで、今いるじゃあ若者がどういうことをしているのかっていうことに一回こう焦点を当てようというところでこのテーマになりました。で、ちなみに今回調べたんですけど、新成人、2022年の新成人、館山市の新成人何人かご存知ですか？じゃあちょっと田中さんに聞いちゃいましょうか。大体何人ぐらいと思います？大体。分からない、200人ぐらい。ちょっと少なすぎですね。まあでも本当少なくて421人みたいなんですよ。2022なので、18歳なんですかね、新成人。それだけ少なくて、でおそらく今の、0歳児になるとその半分近いんじゃないかなと。200人ちょっとなんじゃないかなっていうふうに言われています。そんな中で今どういうふうなことが若者がやっているかというところで、一体こう U35、若者って言っても結構上の設定はしてるんですけども、この地域からすると十分若いなというところで、この僕ら、つまり彼らが館山を選んだ理由について今日話していただきたいなと思っております。ありがとうございます。で、今回ですね、参加対象者というのを一応設定させていただいています。で、ちょっと前回もやったんですけども、ちょっとこう、手を挙げていただいたりなんかしたら、いただけますでしょうか。上の4ついきますね。一番、何回でも手を挙げてください。一番上の地域での街づくりに興味がある方、手を挙げていただければ。多分ね、テーマ的に皆さんあるかなと思っております。で次がですね、館山エリアでの起業を目指している人、または目指もう起業した人、いらっしゃいますか？はい。ですね。で、館山エリアでの起業家を応援したい人、それから企業、今もうしている人でもさらに応援したい。今回多いですね。そして最後、これは逆に、今回はちょっと金曜日だからいるかわかんないので逆に聞きたいんですけども、移住や二拠点生活に興味がある都市部の在住者と今日いらっしゃいますか？多分ね、配信でいっぱいいると思ってます。そう、配信の方、はい。次回はぜひ現地にいらしてくださいというところです。で、次がですね、はい。ゲストスピーカーの紹介です。まずはですね、須藤牧場の取締役の須藤健太さん、よろしくお願いします。はい。続きまして、クルージーズテクノロジーズ代表取締役の牟田さん、牟田健太さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。で、今日はですね、クロストークから新たに、参加いただく方がいらっしゃいます。本当は2名いらっしゃったんですけども、この木村さんちょっと、流行りのですね、病になってしまって、今日はちょっと残念ながら不参加となります。で、3人目がですね、花輪直さん、上智大学在籍、合同会社スコップ、業務執行社員、よろしくお願いします。花輪さんはまだ大学生で。で、今だから、東京の大学通っていて、今日は本当に今さっき、バスでこっちに来たところっていう、千葉駅から来たっていう話なんで、ですかね。はい。よろしくお願いします。はい、本日のタイムテーブルです。もうすでに開始イントロダクションになっておりまして、これから、本題のですね、ゲストスピーカー、お二人ですね、にお話をいただいて、で、花輪さんにも活動紹介を、していただいた後に、クロストーク、皆さんでいろんな話を伺えればなと思っております。質問もですし、会場から、質問、さらに、来場者の PR タイムも設けますので、もし何か、館山のこと、阿波地域のことで、PR したいことがある方は、ぜひ、1分程度くらいですかね、PR していただければなと思います。はい、では、最初に、牟田さん、よろしくお願いします。
ちょっと今日ムタさんの方でなんかちょうど発表したいことがあるということで今なんか出てますけども、え、あ、もう出ちゃってますかね、予告編で。え、出ちゃった、出ましたね。あ、はい、あの新サービス立ち上げて、はい、使ってください、はい、お願いします。はい、じゃあ、このページなんで、あの僕ですね、立山でなかなかないと思います。IT の、わかりやすく言うと IT のサービスやっておりまして、企業向けのですね、人事の、関連のサービスをですね、立ち上げました。ちょうど今日プレスリリースを打ったタイミングでございまして、もうちょっとこっちですね。はい。はい。後ほどお話しさせていただきます。はい。ちょっとこの順番になるとお話しづらいので、最初に戻らせていただければと思います。余計緊張していません。ここで大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。はい。じゃあ改めて、ムタケントと言います、よろしくお願いします。はい、そうですね、そうですね、いいですか。 ありがとうございます。で、これが動かないですね。 OK です。じゃあ指でいきますね。はい、じゃあ改めてムタケントと言いまして、僕のこと、少しでも間違えました。全く知らないっていう人、どれくらい？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。逆にお話しやすいです。今日はいろいろですね、あの話聞いていただけたらと思います。結構あの、知ってる顔ぶれの方がいらっしゃるので、あ、もう知ってるぞこいつというようなあのところもあるかもしれませんが、改めてお話しさせていただければと思います。28歳で、今年29歳になる年でございます。で、生い立ちなんですけども、もう一歩出ていいですかね。はい。生い立ちなんですけども、奈良県育ちに、奈良県生まれになります。中学校1年生の終わりまで奈良県にいましたので、ちょっと立山では珍しいこんな関西弁で話しております。が、中学校1年生までなので、まででして、中学校2年生からはですね、東京に引っ越しましたんで、育ちは東京なんで、関西あるあるがわからないんですよね。関西弁めっちゃ喋るんですけど、関西トークが全くできないので、ご容赦ください。関西弁話すだけの、違うやつです。はい、関東人ですね。はい。で、育ちは東京で、武蔵野市、いわゆる、住みたい町ナンバーワンの吉祥寺がある町ですね。吉祥寺駅から徒歩20分に住んでおったので、あの吉祥寺に住んでるとはなかなか言いづらいかもしれないのですが、住所は吉祥寺でございました。で、次に、社会人になってから、津田沼、船橋市の津田沼に引っ越しました。ここが僕の、千葉との出会いですね。会社の、転勤で、社会人1年目で転勤になりまして、津田沼に引っ越しました。最初、会社で働いてる時はですね、新卒で入って半年間ぐらいはですね、もう全然売れなくて、ポンコツで、社長からは給料泥棒と、言われるぐらいですね、ブラックなところでおったんですけれども、頑張ってるその熱意だけは買われて立ち上げたばかりの、津田沼にある千葉支社に、配属となりまして、やってきました。で、そこでですね、約4年半働いていまして、その中で、やっぱり、起業するんだったら、千葉がいいというような思いがありまして、このようにしてですね、昨年の、2月にですね、立山に引っ越してきました。はい。なので、立山歴はですね、多分この中でもかなり、短い方だと思います。で、これまでですね、こんなお仕事をしてきました。学生時代はですね、まずは塾講師のアルバイトして、で、ファッションが好きだったんで、ギャップグループのですね、バナナリパブリックっていう、アパレルで働いて、で、さらにスーツ屋さんで働いて、で、スーツが好きすぎになって、今度は、大学4年生の時にはオーダースーツのですね、販売、個人事業主で起業をしてみました。これが初めての自分の起業になります。大学4年生で起業しました。でも、好きっていうだけで始めちゃってですね、全く売れなかったんですね。1ヶ月の収入が5000円とか、もうそんなレベルでした。で、これじゃいかんと思って、大学卒業してから就活をしました。フリーターしながら就活してまして、その頃はですね、例えば、新宿伊勢丹で、働いてみたりですね、
あとは日雇いのバイトで雑貨で屋で働いたり、英語ができたんで外貨両替の窓口で働いたり、引っ越し屋さんで働いたり、手を起こしたり、レストランで働いたりといろいろやりました。でそんな中、新卒で、人事系の IT コンサルティングのベンチャー企業に入りました。約4年間ベンチャー企業なんで、もうめちゃくちゃ、もう土日も休みなくめちゃくちゃ働きました。もう一回言います、めちゃくちゃ働きましたで東京本社でもう本当給料泥棒と言われるぐらいのポンコツだったんですけれども、千葉社に転勤となりましてですね、1年目でですね、担当クライアント10社、任されまして、南房総から北はですね千葉支社と言いながらも、茨城の水戸までですね走り回っていました。で約100社ぐらいですね、サポートさせていただきまして、そのですね特に最初の千葉県内の10社のおかげでですね、10社毎月、ミーティングあるっていうことで、営業日が20日、つまり約2日に1回、お客さんのところで、コンサルティングさせていただくってことで、自分の中でめちゃくちゃこうトライアンドエラーというか PDCA 回って、ここでこんな風に行ってダメだった、じゃあこんな風に行ってみようっていうのが2日に1回とかですね、こう PDCA 回ってめちゃくちゃ成長させてもらえて、もう本当千葉のおかげで入社3年で、その会社の中で MVP 受賞して、で全ての、全社でですね、クライアント数1位ということもできました。そんなことができたので、よし起業しようと、大学生の時はできなかったけれども改めて起業しようということで、決心し立山に移住してきました。それが、昨年の、2月ですね。これが、アパレル時代の頃、そしてこれが、去年の2月、最後に退職する日の、写真です。後ろこれはめっちゃ見づらいですね。あの白で飛んじゃってるんですけど、後ろホワイトボードがありまして、黒でめちゃくちゃ塗ってあるのが、これはお客さんの社名とかいろいろ書いてあるホワイトボードです。はい。で今やってるのが株式会社クルージュテクノロジーズと言いまして、の会社ですね。全国の中小企業様の人事のコンサルティングさせてもらってます。人事というのは人をもってことをなすということで、まあ経営コンサルに近いことをいろいろやっております。はい。でその中でですね、中小企業様への評価、そして目標管理のクラウドシステムを開発して、でそれを今日、ランチしたというところです。まあ、ざっくりこんな数秒の動画ですが、こんな感じのシステムです。はい。で今日、PR タイムズでプレスリリースを出させていただきました。立山初で、SaaS が提供開始ということでですね、はい、もうお問い合わせもいただいておりました。ありがとうございます。では改めてですね、今回のテーマになります立山への移住の理由と、企業を選んだ理由というところをお話しさせていただければと思います。3つあります。はい、3つ。僕奈良県生まれで、中学校1年生までですね、奈良県で、もう本当ど田舎なんですよ。ちなみに、人口で言うと、2万人いるかいないかぐらいの小さな町です。自分の家の裏は本当に竹やぶ、ジャングルみたいなところですね。なので、実は海が好きで、海に憧れがあったんですね。奈良県って奈良盆地って全部360度見渡して、山で、そんな中で、こんなですね、素敵な海の町っていうのがずっと小さい頃から憧れで、仕事でですね、前職の仕事で立山に来た時からですね、あ、この街いいなと思ってました。でお仕事もですね、千葉に来てから、ビジネスパーソンとして成長させてもらえて、千葉が好きになって、で起業するんだったら千葉に恩返したい、その中でもやっぱり立山だなと思って、立山に来させていただきました。で3つ目に関してはこの後お話しさせていただきます。はい。で改めてですね、今回のテーマ、リノベーションまちづくりっていう、立山リノベーションまちづくりの事業の一環の、この若者かけるまちづくりということですね。今日はですね、僕のそもそもの生い立ちも結構異色というか、立山になかなかいない、人物だと思うんです。自分で言うのもなんですが、そういうところでちょっとですね、皆さんにこのリノベーションまちづくりの中でもリノベーションっていう言葉、改めてちょっと考えてみてもらいたいなと思います。リノベーションの意味、ちょっと辞書で調べると、こんな二つ出てきます。英語ですね。イノベーションの前にリ、つまり、もう一度とかいう、リターンとかで使われるリが、ありまして、手を加えて良くすること、修正、再生、革新、刷新というのがありますと。
っていう。はい。で、リノベーションなんですけど、リノベーション、さっきのこちら。もうちょっと言い換えると、二つの言葉に言い換えられると思います。改善もしくは革新。改善もしくは革新ですね。はい。ということで、立山リノベーションまちづくりって、立山を改善する、もしくは立山を改革するっていうことだと思うんです。この立山を改善する、改革するっていうのは言い換えると、今の立山より、より良くすると。そして、今の立山にはないことをすると。これが改善や革新だと思います。改善や革新を起こすにはどんなことが必要でしょうかっていうと、やっぱりイノベーションが必要だと思います。イノベーション。こんなイノベーション、改善や革新が起きる方程式っていうのがあります。これは、自分が、社会人になって、あ、こういう二つがあると、まあ、イノベーション、まあ、新しいことが起きるんだなって自分の中で考えたんです。この二つ、掛け算です。新しい何かと新しい何かの掛け算がイノベーションとなります。はい。じゃあちょっと皆さん考えていただければと思うんですけども、イノベーション起きるには何、この二つ、何か掛け算というと、何が入ると思いますでしょうか。でも、ものすごく前でしかめ面をされてらっしゃる、考えてくださってる、山田さん、いかがでしょうか。新しい。人。はい。と。新しい人と物。ありがとうございます。そうですね。それもいいですね。新しい人と物。あ、確かに新しい人とか、新しい物が入ると。そうですね。イノベーション起きるかもしれないですね。ありがとうございます。もう一方お聞きしてみたいと思うんですけども、先ほどのちょっと挽回ということで、田中さんいかがでしょうか。新しい人と、はい。あ、人。うん、はい、人ですよね。人がいい。はい。新しい、うんうん、思い。ああ、重い。あ、めっちゃいいですね。ありがとうございます。はい。人が来るだけじゃダメで、思いが必要と。ありがとうございます。そうですね。物も大事だし、人も大事だし、思いも大事。その思い、一つちょっと私と被っているかなと思います。新しい発想と学び。新しい発想もしくは学びと、新しい行動の掛け算でイノベーション。新しい改善や改革っていうのは起きると。つまり、新しい発想とかをしても行動を起こさないと新しく、イノベーションというのは起きない。新しい結果というのは起きないし、新しい行動をたくさんしていたとしても、行動をたくさんしていたとしても、今までと同じ発想、同じやり方でやっていても行動をたくさんやっているだけではなかなか結果って変わりにくいんですよね。なのでこの二つの掛け算、新しい発想もしくは学び、そして新しい行動によってイノベーションが起きると。今日特にですね、こう、20代、全員、19歳もでしたっけ ?19 歳もいらっしゃるということで、なかなかですね、新しい発想っていうのが今日多分聞けると思います。で、僕もなかなか、立山にいない、考えした人だと思うんですけども、須藤さんもですね、めちゃくちゃぶっ飛んでて、なかなかすごいことをされてらっしゃると思いますので、今日結構新しい発想、新しい学びっていうのを皆さん持ち帰っていただけるかなって思うんですけども、やっぱり、これをもって、イノベーション、リノベーションを起こすためには、皆さんのこの新しい行動っていうのがないと、結果は起きないのかなと思いますので、ぜひ何か、一つでも、学び、気づき、発想を得て、新しい行動に活かしていただけたらと思います。立山にとってのイノベーションっていう、改善や革新とは、今の立山より、より良いこと、今の立山にないことっていうと、例えば、こんなことが挙げられるかなと思います。観光客が、まあ今もいますが、もっと増える。移住者がもっと増える。若者がもっと増えるとか、起業家、僕みたいな起業家が増えるとか、都心の事業者が出展するというようなことがあると思います。で、こんな方々とイメージしていただければと思うんですけども、どんな人なのかっていうイメージしていただければと思うんですが、ここで質問でして、観光客はなんで観光に、観光地として建物を選んでいただけていると思いますでしょうか。なんでと思うんですか。すみません、目の前に。はい。海と食、いいですね。ありがとうございます。はい。もう一方、じゃあ、お隣のお姉さん。はい。観光客、なんで選んでいる。東京からの程よい距離、いいですね。ありがとうございます。じゃあ、もう一つ質問あります。はい。移住者はなんで移住先として建物を選んでいらっしゃると思いますでしょうか。じゃあ、島本さん。なんか一言、一つ。はい。なんとなくそんな回答でいいんすか。一
下本さんがなんとなくいいと。はい、ありがとうございます。じゃもう一言、後ろのお姉さんいいですか。あ、じゃあ、デニムのお姉さんです。はい。はい。なんで来ると思います。はい。ちなみに地元の方ですか。あ、そうなんですね。はい。田舎、はい。あ、田舎が好きで、いいですね。ありがとうございます。そうですね。こういった方々に、皆さんお答えいただいた、例えば、東京から程よい距離だとか、海があったとか、島津さん何でしたっけっていうような、まあ、理由があるということで皆さんに、まあ、選んでいただくっていう必要があるということですよね。選んでいただく。で、今お伺いしたのは、選んでいただく理由作り、選んでいただくための理由作りが必要っていうことですね。理由がないと、立山を、に観光として選ぼうだとか、移住先として選ぼうとないので、この理由を作るっていうことが非常に大切ですと。で、理由を考えるっていうことは、マーケティング的発想というふうに考えられます。例えば、マーケティングっていうのは、買っていただくためにどうしようかっていうことを考えるのがマーケティング的発想で、これって結構同じで、選んでいただくためにどうしようかっていうことを考えるのがマーケティング発想です。で、この選んでいただくためにっていうことの理由として、最高、最強な状態があります。それがですね、これなんですよ。唯一無二であるということ。唯一無二であるということ。ちょっと難しい言葉なんで、めっちゃわかりやすい言葉に言い換えてみます。それは、他にはないっていうことがあるということですね。他にはないっていうこと。立山、東京からの距離、ちょうど良い距離っていうのが、まあ、立山。他にはない、これぐらいちょうど良い距離だとか、海が、お魚が美味しいだとか、はい。移住先として、ちょうど良い田舎だとか、はい。なんとなく言いたく。他にはないっていうことがあると。じゃあちょっと改めて、立山にしかないもの、出ちゃいましたね。はい。立山にしかないものをちょっと考えていただければと思うんですけれども、はい。立山にしかないもの。じゃあ、地元のそのお隣お姉さん、立山しかないもの。はい。はい。他にはないぞと。自信持って一つ、一個でいいです。見えちゃったんですね。あ、いいっすね。見えましたジビエ、あ、いいですね。ありがとうございます。ジビエ他にはないですよね。見えちゃいましたね。はい。例えば、寿司や温泉、ジビエとか、海とか、そして、人やお酒ってあるんですけど、これらですね。これらが立山にしかないものっていうのを、作ると。例えば、この人っていうのもすごくですね、重要で、人ってどういうことかっていうと、まあ、例えば、あそこの、例えば、そうですね。あそこはめっちゃハンサムだから、めっちゃお話楽しいからだとか、ここの料理、ここのレストランって、ただ料理が美味しいだけじゃなくて、いろいろこう提案してくれるだとか、いろいろ話聞いて提案してくれるだとか、こういうのも人、他にはないっていうものだと思います。はい、こういったのが、いわゆる唯一無二で、他にはないものですね。で、そこで改めて、僕が立山への移住と企業を選んだ理由に戻ります。それは、こうなんですよね。20代で、自分が20代で起業しているっていうのと、20代で起業していて、しかもその起業を千葉でやっていて、で、千葉の中でも立山でやっているっていうので、もうかなり少ないと思うんですけども、その中でもさらに立山で IT で最先端の、ビジネスをやっているっていうのって、おそらく全人口調べたわけじゃないですけど、多分一人もいない、他にもいないと思うんですね。それが唯一無二っていう状態。だと思うんです。自分恐縮でございますが、はい、そこで立山移住と起業を選んだ理由っていうのが唯一無二になれるからなんですよね。これもうちょっと言い換えると、他にやってる人がいないんですよね。他にやってる人がいない。自分と同じような考え方、そしてビジネスを東京でやろうとしたらめっちゃライバルいるんですよ。何百人何千人と。でもここに来ると東京にあるようなビジネスを確かにやっているんですけども、立山でやっているっていうだけで、他にはない唯一無二の存在になれる。他にやってる人がいない。これ、僕、めっちゃワクワクするんです。みんなやってるからやるじゃなくて、みんなやってないからやるっていうことがすごくワクワクするんですよね。ワクワクするっていうのは、今までないことに挑戦し、大きなことを成し遂げられるかもしれないっていうことがワクワクするんです。絶対これやれば成功する、うまくいく、もしくは失敗するって、ワクワクしないんですよね。できるかもしれない。できないかもしれないし、できるかもしれないっていうのが非常にワクワクします。
そこで自分の中でワクワクする10年後の立山のイメージが、地域で働く大人が活躍し、子どもたちが立山での自分の将来に夢や希望を持てる街にすること、それが自分のワクワクする立山の10年後の立山ですね。で、これってできるかもしれないし、できないかもしれない。で、できないかもしれないけど、できるかもしれない。それが僕めっちゃワクワクするんですよ。で、そんなことをするためにっていうことで、これまたワクワクする目標、できるかもしれないし、できないかもしれない。でも、できるかもしれない目標が2030年上場ということを目指しております。はい。で、そんな上場っていうのが僕の、この、まあ、簡単に言うと IT のビジネスでできるとしたら、例えば IT 人材を立山で雇用するとか、都心の企業、あ、こんな企業立山にいるんだったら、俺たちも立山に出てみようということで、都心の企業も立山に来るかもしれない。そうすると、まあ、いわゆる雇用が生まれるんですけども、雇用って言っても、さらに地元の高校生でもできるような仕事とかも出てくるかもしれない。はい。改めて、立山への移住と企業を選んだ理由っていうのが、この3つです。海が好き、千葉が好き、千葉に恩返ししたい、中でも立山で。そして3つ目が、唯一無二の存在になり、大きなことを成し遂げられるかもしれないというワクワクです。立山リノベーション街づくり。リノベーションというのは、改善や改革。今の立山より良くすること。そして、立山にはないことをするっていうことが、立山リノベーション街づくりだと考えます。そんなリノベーションを起こすためには、はい。じゃあ、改めて、当てない、当てません。大丈夫です。すごく焦られたんで、大丈夫です。新しい発想、新しい学び、そして新しい行動をすることで、イノベーションが生まれます。今日は、僕以外にもですね、新しい発想を持った、お二人がいらっしゃるので、そんなお二人の話も聞いていただいて、新しい行動を起こしていただく、もしくは僕たちも起こすっていうことで、イノベーションが起きて、立山のリノベーションっていうのが実現されるんじゃないかなと思います。今日はどうもありがとうございます。はい、三田さんありがとうございます。2030年上場で。はい、失礼します。あれですか、立山で IT やってるみたいなことで、まあ、IT 業界あんま来てないじゃないですか。はい。それで結構 IT の人から興味持たれたりとかっていうのはあります？そうですね。これ答えになってるかもわかんないですけど、例えばなんですけど、ただの IT でもホームページ作るとかそんなんじゃなくて、うん、で、こういった新しいクラウドサービスを作る。で、しかも、こういったことを立山でやってるっていうことを東京とか、まあ、千葉の船橋とかでなんか交流会とかあって経営者交流会とかあって立山から来ましたっていうだけでゾワゾワってするんですよ。立山からって言って、でそういった交流会で終わった後、みんなこういわゆる名刺交換会みたいなのあるじゃないですか。そこで一般的には普通は経営者側、自分がこう皆さんお願いしますって言って、自分から行かないといけないんですけど、向こうから来るんです。あなた面白いですねと。他にいないです。はい。なんで、それが、はい、いいかなって思ってます。はい、それでこう、こっち遊びに来たりとか。あ、ありがとう。ちょこちょこ来てますよね。はい。こっち来てから2、3ヶ月に1回必ず東京の友達とか家族が来てくれてますね。はい。じゃあ、いずれはさらに呼び込んで。そうですね。はい。はい、雇用も生みたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、またよろしくお願いします。三田さんでした。はい、ありがとうございます。ちなみに結構会場を見渡すと、U35、アンダー35、35歳以下の方も何人かいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、すみません、年齢になっちゃいますけど、35歳以下の方って今日どれぐらいいらっしゃいますか？あ、なんかやっぱ今回多いですね。やっぱちょっとこう、なんか、どうしたの？うん、はい。はい。でですね、次は今、牟田さんは、I ターン、奈良、吉祥寺船橋からの立山と。今度は U ターンの U ですね。はい。須藤さん、多分皆さん知ってらっしゃるんじゃないかしら。また、生飼育、皆さんご存知だと思いますけども、須藤健太さんです。よろしくお願いします。はい、僕、完全に10分なんですよ。話すのが。絶対10分なんですね。そうすると、6時50分終わりになるんですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ。皆さん大丈夫ですかね？結構40分集中ギューッと聞いてくださってて、立ったりしなくて大丈夫ですか？話していいですか？僕、これマスク外しちゃダメですかね？ダメなんですよね。ダメですよね。はあ、頑張ります。じゃあよろしくお願いします。じゃあ、やります。これ、
できるかどうか見ますね。つながってないですね。あ、行きましたね。あ、なるほど、こっちで行くんだな。 OK です。じゃあ行きます。こんばんは、千葉県館山市の株式会社佐藤牧場、佐藤健太。拍手ありがとうございます。あ、すごいあったかい、めちゃくちゃ嬉しい。うわ、嬉しいの、ありがとうございます。酪農家でございます。よろしくお願いします。本日私は U ターン組としてお呼びいただきましたので、もう早速ですね、長ったらしいお話はいらない。生い立ちとかいらない、そんなの。簡単に U ターンしてきた理由をまずお話ししたいと思います。なぜ私が館山に戻ってきたのか、その理由はもうこれですね。もうね、事業者の方と行政の方があったかいんですよ。私は4代続く牧場の後継者でございますから、もう小学生ぐらいの時からね、親が多くの方々と一緒に事業をやってる様子をもう間近で見てきました。そうするとですね、本当になんかいいんですよね。大人たちが本当に素敵だから、佐藤牧場が生乳生産を主なお仕事としていながら、直営店を3つ経営したりとか、まあ、事業者様と連携事業をやったりとか、他のいろんな活動を含めて、実はこれ全て皆様のおかげなんですね。ですから、私が望むことっていうのは、そんな皆さんと共に、これからも一緒に事業をやっていって、深く、そして広く、館山の魅力を波及させていくこと、そして、私の活動が、同年代ぐらいの人たちが館山に戻ってくる理由に私の活動がなればいいなとか、そんなことを思っております。さて、私が実際に皆様と行った事業はこちらですね。これは館山市の観光協会様とともに、こうやって酪農体験受け入れをやりましたり、あとは経済観光部の食のまちづくり推進課の方々がね、こうやって館山のブランド認定を牛乳していただきまして、一緒に牛乳販売をしています。また地域の飲食店様と一緒に生シェイク祭りっていうイベントを開きましたり、また私は館山商工会議所青年部の地域委員長になっていた時に、商工会議所館山 YEG の60周年記念イベントでね、白山公園でこういったアートイベントを開いたりとかもしていました。結果、それぞれの授業で出会った皆様と現在も付き合いつながっています。これわかります？リノベーションスクールでね、以前知り合った福山さんという方が、生シェイク祭り兵庫県でやってって言ってくださって、兵庫県に今須藤牧場のアイス渡ってるんですね。わー嬉しい、なんていう、そんな皆様のおかげで全国展開までさせていただいております。ただ今ですね、弊社そして酪農業界、ものすごい尋常じゃないピンチです。社会情勢の不安定によって牛の飼料価格がね、ものすごい上がっているんですよ。これ全国の経営者、酪農家が 92% が経営悪くなってるってことを訴えてるんですね。こんなことがあるとね、社会が少子高齢化ですとか人口減少ですとか、館山の未来こうやってみんなビジョン描いていこうとか、正直なところ、一個の牧場ができることなんてそんな多くないんじゃないかなって、日々。苦しむ思いも抱いています。ただしかし、今日こうやって交流の場がありますから、せっかく10分間お話しできるっていうことでね、なんか活かせないかなと、あとリノベーションまちづくりでせっかくヤモリ社の方々と出会って、より深く一緒に活動ができたらと思います。で、私ね、本当に生い立ちとかね、自分の考え話すの苦手なんですよね。誰も興味ねえだろうなって思って、事業者なので私は、事業のプレゼンはできるんですけど、それ以外できないんですよ。だから今日は一個事業を考えてきました。はい、私は今日事業を提案させていただきます。こちらです。館山コンセプト生シェイクカフェ。館山市の人がそれぞれ活動を生かした生シェイクを、日替わりで提供しましょう。市内での円滑な情報交換、市外への価値発信を促進します。高校生が開いて生シェイクを提供することによって、館山総合高校の取り組みを発信につなげているように、皆様の活動を生シェイクが橋渡しいたします。2023年館山市のある拠点で6月1日が10月31日まで、同日祝事業者や行政の方々が生シェイクをカフェで開こうじゃありませんか。これが何をもたらすかと言いますと、生シェイク祭りはそもそも、こだわりを生かすこと、人に伝えることをコンセプトにやってありますから、これ大徳屋さん、ちくらのお寿司屋さんですよ。どんな生シェイクやるんですかって聞いたら、
うちはね、この厚焼き卵がめちゃくちゃ人気なんですよ。一緒に入れちゃいますかってことで、厚焼き卵と須藤牧場のアイスをミキシングした厚焼き卵メープル生シェイク。めちゃくちゃうまいんですよ、これ。飲みたい。飲みたい。あ、ちょっと待って、飲みたいって、飲んでないんだ。ちょっとね、壁が生まれましたけれども。要予約なんでね、電話していただきますと嬉しいですけれども。まあそんな感じで、それぞれのお店や各飲食店、コンセプトを発揮するっていうこだわりですが、事業者も観光客もすごい嬉しい。喜んでいただいて、参加店ね、右肩上がりなんですよ。生シェイクは飲食店以外の方にこそ機会作ります。そう、ここなんですね。皆さんの思いわかります。生シェイク、いや、なんか盛り上がりつつあるのわかるけど、うち飲食やってないな、大丈夫です。飲食やっていない人にこそ機会を与えるんです。実際に2020年、アーティストが生シェイクカフェを開きました。今まで出会ったことない人、そして今までも出会ったことある人に生シェイクでアーティストが出会って、実際に事業者の方がこのアーティストに仕事の依頼しています。生シェイクを通してアーティストが何を届けたいのかを五感で伝えることができるんですね。やりましょう。IT 事業者がギャバ入り生シェイクを出して、40代男性のカルシウム不足を補いながらも、あなたにとって私はこういう仕事アプローチをしたいんですってことを伝えていきましょう。雇用商工課の皆様が移住希望者にダイレクトアプローチしましょう。立山さんのイチゴを使っていちご生シェイク。食はやっぱ強いですよ。立山の老舗の旅館さんが定年退職をして、でも子供の頃に食べたあの食べ物みんなに伝えたいなって思って生シェイクを提供したら、歴史と文化が語り継がれるわけなんですよ。あれ？ちょっと待って。この生シェイクカフェがもしできたとしたら、それがもたらすのは、立山の豊かな自然、歴史、文化など地域資源を発信、魅力的な仕事の創出、多様な人が個性や能力を発揮でき、互いに支え合い、認め合うことができる、誰もが住み続けたいと思える街づくり、皆さんお気づきと思いますが、まさかこれはそう！立山市の総合計画、令和3年から7年度に発表されている総合計画、希望創新を目指すビジョンそのままなんです！まさか生シェイクがここで伝わるとは思いませんでした。そうなんですね。だからなんか市長がね、やたらプッシュしてくれるなと思いましたけれども。じゃあ、例えばですね。目黒さん、ロードバイク系の、はい、地域おこし協力隊の目黒さん、もし生シェイクをあなたが作るとしたら立っていただいていいですか？ありがとうございます。もしよかったら壇上来ちゃいましょうか。あ、じゃあそこで。もし生シェイクを作るとしたら何味がいいですか？はい。はい。ああ、バイカーさん、タンパク質欲しいですしね。熱中症予防にもなりますからね、タンパク質。あ、目黒さん、ありがとうございます。すごい。示し合わせたかのような。そう、こうやって味を通じて生シェイクは人々のこだわり、そして顧客に何を届けたいのかがわかるんですね。ただ、問題なのが、これどこでやるかなんですね。皆さん、助けてください。2023年の6月、来年の6月から10月末まで、どっか場所がありませんかね、もし。このところはですね、常時何かでまだ使われていなくて、駐車場があって、まあ、願わくばこの街のシンボルである立山駅に近い、そんな場所があったらいいんですけど。あ、ありますか？どこにありますか？隣のビルに今改装中なんですけど。あ、なんか最近変わりつつあると思ったら、そういった飲食のこともやられるんですが。やりました、皆さん。皆さんがカフェを開ける場所ができましたということでですね、多分、わかります。この事業もちろん課題はあります。各営業日、だいたい20組ぐらいの店長が必要になりますよ。6月から10月31日、土日祝、まあ、土日同じ店長がやるとして、20組の店長誰が集めるんだ、営業形態どうやるの、大変な問題たくさんあります。こういう人員体制でやりましょう。
須藤牧場が主体となっていきます。ヤモリ社様が場所を用意してくださいます。坂本ビル飲食店許可取りましょう。でそこで、行政の方々は各活動を認知していただいてアンケート調査をお願いいたします。そして自身もそこで出店いただきまして一緒にやっていきましょう。場所を提供してくださった方に須藤牧場から家賃として、10万円払います。須藤牧場が冷蔵庫冷凍庫ブレンダーすべて負担いたします。やりましょう。スケジュールです。いかがでしょうか。わかります。なんだかんだ言っても難しいもんは難しいですし、私たちの想像以上に官民連携の事業というのは非常に繊細なものがいくつもいくつも壁があるのはわかります。だからね、結局批判もされるでしょうし、大きな成果が上がらないかもしれません。僕も皆さんと同じく10分前まではそう思っていました。どう頑張っても無駄じゃないかな、やってることなんて。でもですね、なんか10分前にちょっと僕考え変わったんですね。そう、この交流会という機会が私の背中を押してくれました。そう、これからの時代を作る人は数字だけで動くんじゃないんですよね。ワクワクすることで動くんですよね。そうなんですよ。歴史もずっとそうだったんです。いいこと悪いことっていうのは結果論であって、ただその場その場で後で語ってるだけです。僕たち哺乳類はそもそもなんでミルクという手札を手に入れたか、ある日うちの子供がなんか病気か悪いなってなった時に自分の体を捧げたっていうのが2億年前哺乳類の歴史の始めなんですね。そこに打算なんてなかったんですよ。全ては熱量だったんですよ。だから私たちはこの活動を通す生中カフェによって何かイノベーションを起こせたらなと僕はさっき思いました。立山市1938年に花栽培を禁止された歴史を持ちます。99年前にあの関東大震災で甚大な被害を受けました。その時々によって立山を盛り返そうと活動していた人はどんな人なのでしょうか。私は皆さんの活動が飲みたいです。皆さんの活動がどんな見た目なのか、どんな味なのか、どんな香りなのか、皆さんの生シェイクとして取り込みたいと思っております。さあ、立山で生シェイク飲むのはですね、6月から10月で100万人以上の市場があります。私立山が好きです。リノベーションまちづくりが好きです。行政の皆様僕すごい好きなんですね。だから恩返ししたいと思います。活動で周りを巻き込むには何が必要かなって思いました。この事業を突破させるには何が必要かなって考えました。こういう時に小は有効です。今回の事業、内閣のリーサス地方創生アイデアコンテストに応募します。皆様が良ければ官民連携の部で一緒に出しましょう。そこで賞を取りましょう。国から賞をいただければ周りも内側も変わります。僕あの農林水産省で食育活動表彰で受賞されました。全国の自治体や事業者が応募したパワーオブチョイス事業っていうのをトップで採択受けました。僕はクリーンかつ波及性のある事業を発信することが得意です。僕に任せていただければこの事業で内閣府から賞を取ってこれます。はい。一緒に立山ならではを届けられたらと思います。最後に自社の短期的なビジョンでまとめます。急に突拍子もない話に聞こえるかもしれませんが、理由を省略いたしまして、須藤牧場はこれから訪日外国人に向けたアプローチを本格的に開始いたします。農場部長の原、加工部長の次期部長の伊達、製造プラントマネージャーのさやかを筆頭に、須藤牧場社員一丸となって、これから世界目指していきます。日本酪農発祥の地、阿波地域の人々が個性を発揮できる街づくりに、酪農家として関わることができたら、もう幸せです。僕が立山に戻ってきた理由、それは、事業を一緒にやってくださる温かい事業者と行政の皆様がいるのが戻ってきた理由、そして居続ける理由でございます。ありがとうございました。須藤さん、ありがとうございました。怒涛の流れでしたね。ありがとうございます。怒涛の流れだし、生シェイクのもそうですけど、もう事業計画が仕上がってますね。これはもうあとはどういうふうに進めるかっていうのは、
この後交流会の交流タイムの時に、ちょうど行政の方もいらっしゃるので手を挙げてって、はい、手を挙げてくださった方と一緒になんかいろいろできたら嬉しいです。進めていただければと思います。ちなみにこの会場で生シェイクを1回でも飲んだことある方どれぐらいいらっしゃるか手を挙げて。もうほとんどですね。手を挙げてない方は、もう参戦してくれるんじゃないかもしれないね。またね、いい、羨ましいですね。これからあの感動を味わえるんですか。羨ましい。今何店舗でしたっけ。63店舗ですね。千葉県内で63回行きますので、はい、ぜひいらしてください。須藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではですね、クロストークに、入る前にですね、花輪さん、先ほどちょっとご紹介しましたけども、花輪さんから、ちょっと、自己紹介をしていただければなと思います。どうぞこちらへ。そのマイク持っていきましょうか。はい、ではよろしくお願いします。こちらでお願いします。花田さんです。はい、皆さんこんばんは。前のあの須藤さんのお話がすごい、圧がすごかったので、あの落差に皆さんちょっとあれかもしれないんですけど、え、いや全然もう感動しました。で、お二人はもうあの社会人として事業をやられている方ですけれども、私はまだあの一発の大学生でございまして、何も成し遂げていませんし、まだ何者でもないっていうようなあの人ですが、今日は頑張って、ちょっと私が一応まああの街づくりに関わるのがまあリノベーションスクールが最初だったんですけれども、そこからまあいろんな方と出会いまして、あの私なりに街づくりってこういうもんじゃないかなっていうのをこの2年3年の間に思っていたことはすごくあるので、まあ、この後のクロストークでもあの私の思いを少しお話しできればなと思うんですけれども、その前に私のことを全く知らない方もたくさんいると思うんですけれども、まあ、ここに書きましたけど、初めましての方もいつもお世話になっている方も改めましてこんばんはということで始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、5分という時間なので短くいきますが、自己紹介です。私は、2003年生まれという、そうですね、今世紀になってからの生まれです。はい、3月生まれです。今19歳で魚座の B 型です。まあ、先ほどご紹介にも預かりましたけれども、上智大学という大学に通っていまして、そこで社会学という学問を勉強しております。2年生です。はい、出身は、南房総市、お隣ですね、の富浦町というところに生まれ落ちまして、ずっとそこで高校生の時まで住んでおりました。出身は阿波高校ですね。すぐそころの阿波高校です。はい。で、今何をしているかっていうと、まあ先ほどリノベーションスクールに参加したっていうのもあるんですけれども、その時はまだ高校2年生の時で、まあそこが入り口でした。で、そこでユニット A という、今日はあまりメンバーがいないんですけれども、はい。ま、島本さんとか、あの、いろんな方と一緒に、3日間授業を考えて、発表してっていう間を通して、いろんな大人の方と出会いまして、で、そこから、現在は、まあ、合同会社スコップという合同会社を立ち上げて、その、業務執行社員と書いてはいますが、私は何もしていないので、これを語っていいかどうかわかりませんが、一応あの参加させていただいて、大学生という形で、はい、関わっております。他に経歴じゃないんだけど、日本左利き協会という、私左利きでして、それもあって、今、日本左利き協会という協会のボランティアをやったりとか、あとは、もう一個ボランティアをやったりしております。はい。で、趣味が、ここに書いたんですけども、とにかくいろんなことが好きで、なんかあの無田さんもおっしゃってましたけど、ワクワクすることが大好きなので、自分がこれだと思ったものには諸突猛進のごとく突き進むという性格がありまして、とりあえずやりたいことはやろうということで、一番にはものづくり、消しゴムハンコって下にも書いたんですけれども、消しゴムハンコがとても好きで、そのいろんな、あとは DIY の、ことだったりとか、ものづくり特に好きでやったり、あとはラジオが好きで、ずっと深夜ラジオを聞いて、高校生の時は聞いていたり、あとは毎週メールを送るラジオ番組があったりとか、そういうのがあります。あと音楽ですね。もともと外国にすごい憧れがあったので、
洋楽を聴いていたんですけど、最近は日本の音楽もよく聴くようになって、特に70年代のフォークソングをよく聴きますね。はい。であとは、私の将来の夢の一つでもあるんですけれども、文房具のバイヤーというか企画開発、そういうのをしたいなって今思っているので、それもあってずっと文房具収集をしたり、あと文房具の知識を蓄えたりみたいなことをしています。あとは文字を書くこととコーヒー。コーヒーは、サークルに入っているので、それも、はい、含めてコーヒーが好きです。で特技は消しゴムハンコ、あと段ボール財布、段ボールでお財布を作ったりとかしてます。あとは、とにかく、まあ、先ほどメタさんのお話にもあったように発想と行動っていうお話があったと思うんですけど、とにかく発想力を働かせていろんなことを考えることが好きで、あと私の課題は行動だっていうふうに思っているので、そこをまあ特技であり欠点でありみたいな。あとは、ちょっと珍しいんですけどスワヒリ語、学校で勉強しております。はい。で、大学生としての活動、何やってるかっていうと、社会学を勉強しています。興味がある領域は、まさにこの、街づくりに関わる地域コミュニティをこれから、ゼミに入って勉強しようと思っています。あと他には芸術、あと神道信仰、何ですかね。神社とか、そういうところにとても興味があったり、あとは、スワヒリ語を勉強している関係です。アフリカ史が気になっていたり、あとは贈与論、マルセル・モースっていう。そういう論が気になっていましたね。あとは学んでいる言語は先ほど言ったようにスワヒリ語とドイツ語を今勉強していて、スワヒリ語が今面白くてしょうがないという状況に入っています。はい。で、サークル大学の方で入っているんですけども、こちらに書いた、ちょっとなんか格好つけた名前ソフィアサステイナブルコーヒームーブメントという、コーヒーのサークルに入っております。で、コーヒーの勉強会とかドリップ講習とかカフェ巡りをしたりするようなちょっと珍しいサークルに入っていまして、この間も湯河原に行って、ひたすらドリップ講習をするという変な合宿に参加してきたところでございます。はい。であとはボランティアは先ほど言ったように日本非代表協会のボランティアと、あとキッズブーケプロジェクトっていうところで、学生の方で運営スタッフをしております。あと最後にアルバイト、これはあんまり言ったことがないかもしれないんですけども、NHK の方でアルバイトをさせていただいておりまして、スワヒリ語のラジオを、発信しているところでそのラジオの編集をさせていただいている、ちょっと珍しいアルバイトをしています。あとはナナズグリーンティーというお店でアルバイトしています。はい。そうですね、先ほど作ることが好きだって言ったんですけども、まあ、なんかこんな風に変なものをいっぱい作っております。で、消しゴムハンコは、皆さんちょっと知ってる方もいるかと思うんですけど、こちらの右の方ですね、この、アシュラ像だったりとか、こう、いろいろ作ってます。で、これも、年賀状を毎年私は自分で全部ハンコなんですけど、これで、消しゴムハンコで作っていて、あとは、段ボール財布って言って、段ボールでお財布を一から作って、これ今私が使っているお財布なんですけれども、こんなこともやったりしております。あとは、そうですね、今回の呼ばれた経緯にもなるリノスクからスコップの活動なんですけど、ここに写真の遍歴をちょっとまとめました。まずここが最初にウィークエンドに行った時の、これ私ですね、から始まってリノスク、そして、ここはアッキーさんというウィークエンドの、バーのオーナーの方に、ビス打ちを教わっている場面ですね。あとは天井の、釘をひたすら抜いたりとか、あとは煙突をつける穴を開けたりとか、あとはここの駅前交流拠点のところで参加してやったりとか、そんなことをやったりしてました。そうですね、これは続きですが、最近皆さん駅前交流拠点ネジの存在をご存知ですか？皆さん知ってますか？知らない方もいらっしゃるかと。ありがとうございますそうですね、私たちのスコップが運営しております駅前交流拠点ということで、いろんな使い方ができる、スペースになっているんですけれども、そこの一角で、私は消しゴムハンコをここに置かせていただいています。この二つですね。まあ、こう、右に上げたようなこんなハンコを売ってますので、よかったら皆さん買ってください。みたいな。すいません。あとは、スコップのロゴを作成させていただいたりもしました。なんかこういうふうに作ることが好きなので、こういうことを、まあ、将来的に私の街づくりの一環として何か活かせていけたらいいかなというふうに思っているんですが、まだ私は何も成し遂げていないので、これからいろいろ考えて、いろいろ学んでやっていきたいなっていう思いでいます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
今どれぐらいのペースでこっち戻ってきてるんですか？そうですね、うん、月に2回、3回ぐらいです。結構松戸、ね、はい、松戸に住んでいて、はい、戻ってきてこのスコープの活動したりとか。それもあるんですが、単純に海が恋しくなっちゃうと帰ってきちゃうっていう感じがあって、そうですね、まあ、ウルさんが、はい、私が東京に行くときに東京留学だっていう風におっしゃったんですけど、ね、そうです。で、実際留学して学校に通うようになって、何が一番寂しかったかっていうと海がないことだったんですよね。海が毎日見える中で生活してたので、海がないっていうのが一番で、やっぱり帰ってきたい、なんか何をするわけでないんですけど、うん、ここにいるっていうことが結構重要で、それでよく帰ってきています。だけ落ち着く、落ち着きますね、すごい、はい。一方で、はい、なんかさっきリノベーションスクールの第1回に参加して、うんうん、でもっと子供の頃はなかったことじゃないですか。はい、どうでしたか、こう、まあ、外から来た大人も含めて、そういう、まあね、もう立山の学校もね、通ってたから、うんうん、なんかこう、変化とかありました？そうですね、リノベーションスクールに私の同級生6人参加していたんですけれども、うん、結局、最後に残ったのは私だけだったんです。うん、で、今、まあ、同年代というか同級生とかで、あんまり活動しているのは私がいなくて、うん、まあ、それもあって、やっぱりその地元の、まあ、私たちの親世代の考え方と皆さんのような今まちづくり頑張ってやっている人たちの間に結構その感覚のずれというかのがあるように感じて、で、私がこっち側に踏み込んだことで、まあ、家族もまあ認めていろいろやってることは知っているんですけど、なかなかそこをなんかこう希望を持ってなんかこう 100% 応援してくれるっていう感じでもないなっていうのはあったり。いや、結構今ここリアルな話してると思ってて、はい、新しいこういう流れと元からあったところっていうのがどういうふうに合流していくかっていうところは、まあ、僕なんか外から来た人間ですけど、この U ターンの、まあ、U ターンまたは、まあ、中にいる方がどういうふうにつないでいく、さっきの須藤さんもそうですけどもっていうところは結構大きいんじゃないかと思っていて、そういうだから親と必ずしも自分の思想というか考え方一緒と限らないみたいなところっていうのはすごい、まあ、いろんなところで起きてるんじゃないかなと思うので、またこの続きを何年後かに聞かせていただければなと思います。ありがとうございました。はい、ではですね、このままですねクロストークに参りたいと思います。クロストークは、あらかじめですね質問を用意しております。かな、はい、クロストークということで、須藤さん、牟田さん、花さん、立山について、アンモカも話して、ということで、よろしくお願いします。パチ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 。はい、皆さん結構いろんな話をしていただいたんですけども、今度は、こちらから質問を出したいと思います。ちょっと電気消します？あ、電気つけますだから。ついてますね。はい。で、質問をですね、4×3、12個、いろいろ用意してます。でもこれ、どれ答えたいかとかはもう皆さん今、ほとんど初めて見ています。ので、皆さんに選んでいただいて、で、まあそこからさらに膨らますことも含めて、まあフリートークっていう欄もありますけども、ちょっと話していただければなと思います。では、これ先陣は、じゃあ、牟田さんいっちゃいます？はい。はい。牟田さん、じゃあどれかパネル的に選んでいってください。あ、僕が選ぶんですね。選んでください。話したいこと。地域で起業する魅力とかどうでしょう、左上の。はい、じゃあお願いします。はい、あ、僕は自分で選んで自分で話すんですね。話したい、あ、もう決めますよ、こっちが。いいですか、君ちゃんって。そしたら、あ、そういう感じで言うと、そしたら逆に。じゃあ僕がっていうより、うん、須藤さんとかに、はい、まあ、お二人に地域で企業とか。わかりました、お店を、どうぞ。牟田さんがもう振ってください。あ、そうなんですか。すいません、自分でこれにさせてこれ喋りますってなんか恥ずかしいなと思って。いや、なんか言ってもいいです。はい、じゃあどうです、実際この須藤牧場というかで正味立山じゃなくてもできるじゃないですかみたいな。ああ、はいはい、っていうと、そうですね。なので別に僕は、あんまり地域で正直、起業を選びません。
元も子もないこと言っちゃってごめんなさい。なんだろう、そうなんですよね。何が良かったですか？いや、何か良かったストーリーですよ。ストーリー、はい。僕は東京に生まれてたら東京で全力尽くすし、栃木で生まれたら栃木で何かやるし、立山に生まれて、立山の18年間とか全部捨てて東京行ったら東京からスタート物語になるじゃないですか。はい、そうやって18年間捨ててるんですよね、うん。だったら18年間、別に僕は牧場じゃなくても、農家でも、もう廃業したとしても、今の僕のいる牧場がいい悪いじゃなくて、はい、その生まれてきたっていうストーリーを活かすためにいるのでっていう形だからな。え？いやだからなんで奈良捨ててきたの？いや、それは。いや、そうね。あ、ね。なんで移住してくるの？そうね。いや、ちゃうねんって。じゃあ、まず、奈良から東京はもうシンプルに親のもう都合で自分どうしてもなく、もう引っ張ってこられたんで、どうしてもなくて。うん、じゃあ、東京じゃなくて、そして、まあ、当時、津波、まあ、船橋じゃなくて、まあ、船橋以外でも、例えば幕張だとか、そんなんじゃなくてっていうのは、やっぱり、なんか、他にもいる。そうだね。だから多分ね、僕が、はい、そう。で、そっちの方の方が多いじゃないですか。はいはいはい、立山から一回東京に出る、うんはい。うん。で、東京に住まわれる方の方が多いってことは、そっちの方が大多数なんでしょうけど、はい、お友達とかどうなんですか、はい、なんで、立山を出て東京にいて、そのまま東京に続けるんだろうね。でも、まあ、19歳だったら、私の同級生は実は一定数こっちにいる人がいるんですよね。でそれも全員、まあ、多くはないんですけど、まあ、東京に行っちゃってそのままそれっきりってまだ分かんないですけどね、これからどうなるか分かんないですけど、まあ、なんか私的には思っているのは、地域に帰ってくるか否かっていうのはそこに目的があるかどうかっていうことだと思うので、なんかそうですね、まあ、私もこれから他の U ターンになってるんですけど、 U ターンにしたいなと思ってはいるんですけど、なんだろうな、なんでですか？海好きなんですよね。海好きですね。沖縄でいいじゃないですか。いや海が好きっていうよりかは、うん、この景観じゃないとダメっていうのがあるんですよ。でそれは日本全国他の46都道府県行ってないからじゃなくて、じゃなくてそこから見つかるかもしれないよ、いい景色じゃなくて、うん、18年間の生活の中で毎日見慣れてきたこの景色っていうのに意味があるんですよね、っていう、だつまりはやっぱストーリーなんですよ。でも私の場合はそのストーリーは他の地域に行ったから捨てるってことにならないなと、はい、ああそれがずっと生きている中で続いてるわけですからね、うんうん、そうですね。なおじさんからありますか？なんか聞きたいこととか。ああ、はい、聞きたいこと、はい、そうですね、あ、え、うん、この話題でってことですか？あ、これじゃなくてフリーでもありますし。あ、私から？はいはい、そうそうですね、うん、どうしようかな。私今ちょっと気になってる話題っていうか、この間ちょっと私が自分でレポートを書いたときに気になったテーマがちょっと似てるのがあるんで、はいはいはい、この東京 vs 立山と他地域 vs 立山っていうことについてちょっと、まあ、今の話となんでここじゃなきゃダメなのかっていうのはありますし、はい、これについてちょっと聞きたいなと思うんですけど、なんかその東京 vs 立山っていうとどう思っているんだろうかっていうか、立山に選んだ理由っていうのは東京を意識して、はい、うん、東京の対比としてこっちを考えているのかとか、うんうん、そういうことを思ったりするんですけど、どうですかね。この VS の東京のと立山のこの定義にもよると思うんですよ、うん、例えば起業家としては東京の方が、まあ、ベンチャー企業を応援してくれる、例えば投資家が多い、でも立山にも、まあ、ほぼいないとかで、まあ、銀行もいるだろうと、他に、なんか仲間になってくれそうな人がいる、東京は。で、立山はなかなか少ない。でも、また違うところにこう視点を変えると、立山は逆にいないからこそ自分ってなんか目立てるというか、自分がこう一番なりやすいとか、こうやって、自分なんて本当ただまだ大したことなくて、なんか新しいビジネス始めたって言ってもそれめちゃくちゃ売れててっていうわけでもないけれども、こんな場に入れるっていうのって東京じゃ絶対無理で、本当にもうめちゃくちゃぶっちぎらないと東京じゃ
なんか出られないけれども、こういうふうなところに来ると、っていうのがあるかなと思います。うん、あと、もう一個だけ言うと、ないからこそ自分で作っていける楽しみというかワクワクがあるかなって思うかなと。はい。いろいろ考えてるんだね。違い、多分皆さん考えてるんですよね、多分ね。地域おこし、目黒さんってどちら出身なんですか？南房総ですか？自分は東京の立川。立川。ああ、だから多分皆さん、比較して、いろいろ選んでらっしゃるんですね。はい、うん、そうですね。ほう。そしたら、そうですね。ちょっと、言っていいですか？どうぞ、ムタ君の喋りたいこと全部喋っていいよ。12時半くらいまで行きます。そうです。一個だけ、はい、まず、左下の、ここが惜しい立山ってあるじゃないですか。これ、特に、なおさんに聞きたいんですけど、例えば、ちょっとだけ、質問の仕方変えて、僕、この質問の仕方結構好きで、100点、自分の中で、立山の100点っていうのをイメージしてもらって、それに対して、今何点ぐらいです？100点満点の立山をめっちゃイメージして、それに対して70点なのか80点なのか30点なのか15点なのか、どんなくらいですか？あ、はい。はい、私はそうですね、もともと地元大好きな人間なので、ちょっとフィルターがかかってるってとこもあるかもしれないんですけど、そうですね。67点。67。結構自分の目指す立山像があってってことですね。っていうのも、その、ポテンシャルはすごくあると思っているんですよ。うん、で、その、役者も揃っているというか、その、物とか人とかがいるんですよね。うん、で、それは分かっているんだけれども、その、なんていうんですか、形にはない、この精神的な部分というか、思い的な部分が、なんとなくちょっと、惜しいっていうか、どんな思いなんですか？なんだろうな、すごく私が住んでて思うのは、その変わることをちょっと嫌悪するというか、この現状維持に、まあ、安心するっていうのもあるんですけど、まあ、地元の方のこととして、なんか変わっていくことにちょっと、もちろん期待もあるんだけど、ちょっとなんかこう、なんていうかな、もやもやした感情というか、はいはい、なんかこう、100% 応援できないっていうような、ちょっと、っていう部分があるっていうのがあって、そこが、なんか今の立山、そして南房総をちょっと、うん、あ、マイク変えて、充電が。はい、はい、あ、すいません。を、ちょっと停滞させているような気がしてならないというか、はい、だから、その、地元の、その価値としてはすごくあるけれども、あとは、その、アプローチというか、皆、その考えようだなっていう、ところが惜しいのであって、逆に、そこが変えていければ可能性があるっていうところで、まあ、二面性なんですけども、はい。すごいね。本当、立山好きなんだね。すごい。すごい。でも、ちょっと一個、そこで言うと、南房総じゃないですか、富浦じゃないですか、はい、立山には、どうなの？なんで立山？立山、南房総がほぼニアリーイコール。ああ、そうですね。私、まあ、富浦に住んでいて、そうですね、そこにもちょっとあるんですよね。なんていうか、富浦、立山って、その要はこの辺の中心っていう立ち位置にいるから、少し進んでいるというかのあるから、私の場合は二重にあるというか、その第一立山とここ、立山とここっていうのがあるんですけど、そうですね、私の場合今言ったのは広い意味で、その南房総地域全体としての感じですね。日本全国であなたが100点って思うところある？ないですね。ないんだ。すごいね。多分、もう完璧な自分の中のこれが多分あるんだろう。理想が多分。すごい。いや、なんか、比べられないかなって思います。まあ、うん、ああ、なるほど。でも僕ちょっと思ったのは、100点満点の67っすよね。はい。あと33点。ね、気になるよね。うん、何をすれば33点が取れた。それはなんか、私の中でもまだ
こう答えが出てないけどもやもやして思っているのが33点。なるほど、33。はい、素敵。いいですね。何点ですか、立山。僕は全然15ぐらいな感じ。うおー低い。いやーそうなんだ。まあまあまあね、それ主観だからね。そうそう、主観ですからね。この100点満点の定義って みんな多分それぞれ違うと思うんですよね。はい、で僕は勝手にこうなったらいいなじゃなくて、こうしたいっていうのが僕の中であって、うん、はい、それまでは結構遠いんで、100が、つまり100が。あ、なるほど。自分の実現したい未来があって。うん、なるほどね。はい、じゃあなんか夢のある15点ですね。そうそうそう。へぇー。え、須藤さんは？え、そう、だから聞いてて怖って思って、めちゃくちゃ考えてんですね。すごいね。100点満点中でしょ？はい。え、なんかバカみたいな話だけど、僕100点なんだよね。立山でしょ？はい。え？それはなんでなんですか？え？っていうか、なんだろう。何にチェック、丸、丸、丸ってなったら100になったんですか？今楽しいし、楽しい。はい。何でもできるし、うん、全部100だし、はい、その点数付けとして、うん、今この点々で考えると、なんか点数付けなので、それは何々が数値以内だったらとかはあるかもしれないけど、なもん、だって2億年前に哺乳類生まれたんだよ。そんな好きっすよね。いや、本当に本当に。だって、じゃあどういう哺乳類だったらいいのかとか、そのミルクを出す人類って100点なのとか、あと、はいはい、うん、日本のこの地形って100点なのとか、はい、そういうこと、あと東京って、何を基準に考えるかだと思うんで、で、今の立山っていうのは、2022年の8月の立山として、今成立してるわけですから、これもう100点でしょう。ちなみにちょっと会場の皆さんで100点満点だという方が、すごいですね。わ、すごい。すごいですよ。あ、すごいですよ。なんか全然皆さんシビアというか、結構、ああ、なんかいろいろ、そっか、100に向けて皆さん頑張って。そうですね。はあ、なるほど。いや、でもそれも僕ほんまに、一つの正解だと思うんで、幸せというか満点の定義って人によって違うし、で、今めっちゃ幸せっていうことで、めっちゃ全然いいんじゃないですかと思うんですけど、そんな考え方、だからじゃあ未来の希望と不安とか、が、新たに起業しよう、欲しい業種っていうのが、結構じゃあ、具体的にあるんですね。そう、僕これパッと見たときに、なんもないなっていうのがね、なんか申し訳なかったんですよね。関係性も今いいし、地域で起業する魅力はそれぞれあるし、情報を求むも、欲しかったら自分で発信するし、まあ、Uターンしてるし、立山での遊びも、別に立山に住んでるからといって、立山以外でも遊べるし、未来の希望と不安は自分で何とかしていくものだし、はい、起業も自分でしたかったらしてすればいいし、うん、そうですね、ちょっとないってことなんで、この漆原さんから須藤さんに質問したいことちょっとしていただけますか。これじゃないと須藤さん、はい、でもね、多分須藤さんって結構ね、20代前半からこう活動していて、多分とはいえですよ、このアクティブな性格で結構ね、いろんなおじさまたちになんか面倒くさい若者だなとか、ね、そういう方々のこう嫌な思いというか、なんかそういう関係もあったんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。あー、これを僕が嫌だと思ってるかどうかはさておき、いろんなことをやってると酪農も頑張ってねって言われることはあります。で、私は4時半から牛の世話して、夜9時とか10時ぐらいまで牛の世話、搾乳は毎日365日あるんですね。で、この日中のお仕事とか、イベントとか大道芸とかが取り上げられて、何か言われることはありますけど、それはその人の考えなんで、正直どう、なんでも。すごいですね。もうなんか、はい、多分このなんか、いろいろ、コース使いにはなんか。でもそれは中学生ぐらいの時から、2チャンネルとか、モバゲーとか、SNS とか、ネットに触れているからっていうのは結構あるかもしれないです。なるほどね。まあなんかちょっと聞いたところで言うと、なぜ聞いたかっていうとね、はい、結構若者ってやっぱりね、いろんなパッション、情熱、疑問とかあるけど、やっぱそういうこう、年上の方々とかに遠慮した結果、なんか声が出せなくなったりとか、
考えない自分になっていったりとか、なんかそういう循環も悲しいかなあったりするかななんて思って、まあそんな中でね、須藤さんがすごく前向きに生き生きと、こう少年時代から今に至れたのはどうしてだったのかっていう、なんかそんな部分が。親と喧嘩することは多かったです。はい。牧場就職してこうすべきとか、他の酪農家さんともいろんなことありました。うん。いろいろ、生シェグ祭りやってもいろいろあります。ネガティブなことは。はい、富浦店、先月オープンして、まあ、いろいろ言われることもあります。ポジティブじゃないことも。うん、でもあるよね。そうですね。まあね、それぞれが。あえてそういう質問したんですけどね。まあ、やっぱ、うん、今回のテーマがね、まちづくり、若者とまちづくり。やっぱ若者に頑張ってほしいってこう、ね、初老の私は思うわけですよ。いや、まだでしょ。いやいや、もう52は初老ですから。はい、じゃあ、どうやってね、この地域の、中高年たちが、はい、初老のメンバーがですね、若者たちが、どうやったら、こう、なんでしょうね、前向きになれるのかな、活動しやすくなるのかなって、すごく、その、当事者的に気になるところなんですよね。でそこちょっと、私に言うつもりで皆さんにこうなんかリクエストしてもらうといいかなと思うんですが、批判されると別にそうでもないし、逆に僕は何か行動するときに年上の方とかからいいねとかみんなが受け入れてもらえる状況が結構あやばいって思います。この事業やらない方がいいって思います。何いいビジョンを描いた事業はそのビジョンに届くかどうかはビジョンをゼロから作り上げた人しかどうしてもわからない部分があるので、本当に面白いこととか本当に未来につながることっていうのは、最初みんながポカンとしてるのが最善で、批判が来るのがだんだん浸透してきたっていうステップっていうのが前提としてあるんだ。あ、そうだそうだ、それだ、はい、分かった分かった。あ、びっくりした。だから何でもやるの好きなんです。絶対で批判されない事業は僕捨てます、やんない。あ、同じ質問を花輪さんどうですか。あ、そうですね、うん、やっぱり私このまちづくりっていうものに参加させてもらう中で、やっぱりメインでやってらっしゃる人って私よりはるかに上の方々が結構多かったので、やっぱり最初はなんかこうどうしていいかなっていうか自分のその居場所はどこにあるのかっていうことを考えたりはすごいしましたし、あとはさっきも言ったように私の場合は地元にずっといた人間なので、地元のその価値観と、新しい価値観のその交錯する間を移動している人間なので、そこはすごい感じますね。だけどその逆に自分がその出ていいのか否かっていうのを、その漆原さんたちの年代の方がどう思ってるかっていうのは私はすごい気になっているし、その今六軒高校でやってる高校生たちも同じようにどこまで出ていいんだろうとか、どこをどうしたらいいんだろうみたいなのはこっちも感じていることなので、はい、なんかそれが逆にこっちは気になっているというか、なんかその出方をどうしたらいいか、やりたいことはやりたいけどどこまで出ていいのかっていうか、なんか要はまあ言っちゃえば怒られないのにはどうしたらいいかっていう様子を伺うっていうのが前提としてできちゃっているような気はしますね。だからなんかどうしたら自分から動けるんだろうっていうのを最初に考えちゃうというか、だから一歩が出ないっていうのはありますね。はい、はい、なんか深掘りしたくなる話なんですけど、うんうんうん、ちょっと長くなりそうです。はい、ちょっとあれですね、はい、会場にあれですかね。そうですね、会場の人になんか、なんか意見でもいいですし、逆にこう、質問したいこととかってありますか？結構どう、あ、いらっしゃいましたね。この中からでも質問したいことあればお願いします。はい。本日ありがとうございました。一つ質問なんですけど、僕今二十歳で、で、今月から新潟県の妙高市っていうところでそのチームメンバー大人の方と一緒に事業を作ろうっていう話をしているんですけども、そのやっぱ初めて事業を作る中で一番その困っているのか、そのどういうバランスでその事業を考えるかっていうところで皆さんにお聞きしたいのは、その事業を考える上でその自分がやりたいこととその地域に
どれだけいい影響を与えるかっていうその地域性と、あとは事業として成功する事業性のこの3つのバランスをどのような感じでバランスで考えているか、またはその結果どういうふうなバランスだった成功したとか失敗したとか教えていただければ幸いです。はい、お名前を一度。あ、吉川宗也と申します。吉川さんは、こちらで東京今は元長野出身で、はい、今その大学で東京住んでて、はい、で、今その、妙高市と関わりを持って活動しています。でまさにこうさっき言ったこう東京今出てきている状態っていう。そうですね。状態としては、奈緒さんと一緒の状態っていうことですね。これ質問はどなたに聞きたい方とかいらっしゃいます？それとも全員ですか？そうです。できれば全員にお聞きしたいですね。でも、ムタ君、それこそ大学中に一回起業してね、はいはいはい、そんな時と今のその違いってあったりするバランス？あ、そうですね。違いはまず、多分、選択肢の三つ目のビジネス的にみたいなところの、まず食っていけるのかっていうのを当時考えてなかったんですよね。一番、起業する、まあ、会社辞める前の1年ぐらい前からずっと PL 事業計画いじっていて、あ、これやったら食べれそうっていうのを考えて、起業したっていうのがあったんで、まあ、とはいえ、会社辞めた時の全財産30万円だったんですけど、なんで、ちゃんと お金食べていけるのかっていうのは大事です。まあ、学生の得意は、とりあえずやってみようでもいいかもしれないですけど、もうあと1分だけ話してもいいですか。なんか、で、思ってるのが、地域のためとか、あと自分のやりたいこととかいろいろあると思うんですけど、何か、自分の以外の社会とか誰かのためみたいなのがミッションだと思っていて、で、もう一つが自分のためっていうのがモチベーションっていうのがあって、自分がこれやりたいからやってるっていうのがモチベーションで、僕はそのミッションより、なんかモチベーションの方が強くて、なんか自分、俺やりたいからやってる。だから誰に何と言われようと やるし、ワクワクするし、っていう発想でやっていて、で、なんかも、他の人はどうかわかんないですけど、僕はなんかミッション、誰かのためだと、なんか続かない気がするので、なんか自分が本当にやりたいかっていうのが答え、あるとやり続けやすいのかなって思います。はい。ありがとうございます。はい。はい。結論から言うと、バランスを自分で決める、かつ、その理由を絶対にちゃんと用意しておく。すげえ恥ずかしいよ。なんか、こんな若手29歳が何言ってんだけど、じゃあ僕が先輩見ててね、こう感じるな。みんなそれぞれバランス違うからさ、でも成功してる人成功してないといて、もう運の要素あって。ってことで、あ、先輩とか見てて、こういうことかって僕が思ったのは、じゃあ、好きを80、ビジネス10、地域10でやってやろうってやって、成功したら、自分はその性質なんだな。失敗したらそこが悪かったんだな。だからバランスがいくつにしようかなにもこだわるより、君自身が自分はこうこうこういう理由でこのバランスにしたっていうのをしっかり覚えておいて、いいこと悪いこと結果が受けた時にしっかりとこの仮説をもとにこうだったからこうだったねっていう反省をしっかりする、この前後がとっても大切だと思います。以上です。花輪さんも同世代としてなんかこう、私はそのまだビジネスとかやったことがないのでそういうふうとこについては言えないですけども、私もリノベーションスクールで実際にそういう事業を立てるっていうのを、まあ、私がその主でやってたわけではないですけど、その場にいてどういうことをやるっていうその流れを見てきた中で、やっぱりその複数人で事業をやるってなると、その自分が何をできるかってことをすごい考えて、やっぱりその力量がやっぱり個人で差が出始めるっていうのはあると思うので、なんかその辺がなんか答えになってないんですけど、その辺が私が経験した中で少し難しい点じゃないかなって思ったので、はい、それも含めて頑張っていただけるといいかなって、なんかすごい偉そう、ごめんなさい。以上です。ありがとうございます。はい、会場から質問って他にもありますかね。会場から大丈夫ですか。はい、工藤さん、今日のテーマ若者と街づくりってことですけど、若者って区切られることにどう思いますか。これは皆さんですか。皆さんですね。はい、
私若者って言われた時に、まあ、お二人とは、10個違うんですね。だから申し訳ないんですけど、ここでまたちょっとなんか一つ段階があるというか、私の感じではここを一色たアンダー35って言うとなんかちょっとピンとこないっていうことはありますね。だから私はなんとなくその、アンダー20とかそのぐらいの分け目で亡くなった時間が湧くかなっていうので、若者でも逆に言うとアンダー35で若者なんだっていうのはすごい私に発見で、そこまで 若い気持ちを持ってやっていいんだっていうのはすごい思って、それはすごいなんか、だから私的には若いうちにいろんなことしとけよとかそういうことをすごい言われることがあるんですけど、なんか若いって定義できないんじゃないかと思い始めて、だから何歳でも、まあ、若者といえば若者じゃないかっていうふうに思ったので、なのでまあ広い意味で若者っていう概念が今回変わったっていうのはあります。なので嫌ではないし、全然若者に含めていただいていいと思うんですけど、10歳違うとやっぱりちょっと価値観も違うかなっていうのはありますね。いや全然嫌な意味じゃないですよ。じゃあ どうしよう、先行きますか。じゃあ、今のお話で、おじさんの牟田健斗です。今のお話で、若者の定義なんですけど、実は僕の中であって、年齢じゃなくて、諦めずに何か新しいことをどんどんチャレンジしてる人ってずっと若者だと思うんですよね。で、若く居続けるためには何か新しいことを、さっきのお話で学んで行動してってずっとやってる人ってすごい若いと思うんですよ。なんで、おじさんめっちゃ若いと思うんですけど、はい。なんで、そんな風に、考えております。なので若者として一番若く若い、つまり新しいことをいろんな取り入れて行動してってやる一番若い僕たち選んでいただけてありがとうございますっていうような感じです。はい、じゃあ須藤さん、兄さんお願いします。はい、29歳で立山にいて3人並んで一番年上っていうところがなんかいろいろ本当いろいろ感じますが、酪農家は45歳までが若手って言われてるんで、もうずっとあと20年ぐらい若手ですし、あと僕は今落語と講談始めていて、その理由が、落語と講談は50歳ぐらいまで若手なんですね。だから今やってるんですけど、若者って言われると便利なんですよね。いろいろやれるし可愛がってもらえるし、だからこれからも可愛がっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。想像以上に素晴らしい回答ありがとうございました。なんか若者あれですね、こうだんだんこう上に上がってますよね。こう人生100年時代なのか、この地域だからなのか。そうですね、私東京からの移住者なんですけど、東京ではこういう、こう世代を超えて職業を超えて、あと こういった空間に集まるってことは、まず、まあ、仕事ではあるかもしれないですけど、それ以外はなかったので、街っていうこの立山っていうキーワード、っていうキーワードで、これだけの世代を超えて、職業を超えて集まれる、そういったこう、街に、つながってこう、人が集まれるとすごい素晴らしいなと思って、はい、今日お話聞いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。皆さんいろいろお話いただいたので、この会場からなんかこう、PR というか話したいことがあれば、時間も結構経ってきたので、PR タイムなんかも設けたいかと思うんですけども、どなたかいらっしゃいますか？話したいこととか。お知らせタイムは最後に。あ、そうですか。はい、あ、わかりました。じゃあもうそれは渡しちゃっていいんですか？はい、あ、わかりました。はい。じゃあ質問はもうありますか？まだ。なんかちょっと今私の正面にいるんですけど、常の山田さん、はい、山田さんもなんか一言ちょっとなんかこう若者、今いくつですか？今33は上ですか？まあ、大丈夫ですか？若者の定義ちょっとよろしければちょっと前に出ていただいて、はい、さっき入手したんですよね。なんか出てるらしいっていう。あ、うらやましい。はい。なんかこんな感じでターンズっていうね、有名な移住というかローカル系の雑誌ですかね。そうですね。
ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、山田博俊と申します。6月に立山に移住してきたばっかりで、ちょっとまだ右も左もわからない中なんですけれども、今までまあ10年くらい都内でサラリーマンをしておりました。で、まあ、移住してきて、で、まあ、もともとこのファンズっていう雑誌の、まあ、なんていうんでしょうね、こう、相談会とかも参加しながら、移住先を考える中で立山市にご縁があってっていう形で、で、まあ、取り上げていただいたっていう、まあ、一応経緯でございます。はい。で、今、そうですね、常ホステルで、スタッフとして働きながら、今、オーナー業も勉強をさせていただいているところでございます。はい、ありがとうございます。これ多分ここに書いてあると思うんですけども、なんで立山に？そうですね、こう、まあコロナ禍で、まあサラリーマン生活に、まあいろいろちょっとこう考えるところがあって、で、いろんな地方を検討しました。結構地方移住組が多い、人気があるのが長野県とか、あとは瀬戸内の地方とか、結構人気があるので、都内でそういう移住相談窓口があったりして、そういうところの孫担当の方ともお話を伺ったりしたんですけれども、まあ、自分の中では2点あって、まあ、山とか海とか、まあ、自然が好きっていうのはあったので、もそれはまあまあ山は長野にもあるし、瀬戸内は海あるしみたいな、まあ、まあ自然っていう意味では立山は海も山もどっちもあっていいなっていうのは一つ、まあ、あったんですけど、まあ、でもそれってさっきの話じゃないですけども、じゃあ別に山と海があるところなんて全国探せばどこでもあるよねっていうことで、まあ、記事にもちょっとあるんですけど、まあ、1点目はまあ千葉県の柏市出身で、実家が柏にあるので、まあ、地方移住ってなった時に、まあ、両親も、まあ、安定した生活を捨てて千葉に来ることは、まあ、100% 賛成かって言ってもそうでない部分も、まあ、あったりするので、まあ、賛成を得やすいというか、まあ、両親なんかあった時にもすぐ戻れるっていうのは一つ、まあ、ありましたと。で、もう一つは、なんか、やっぱ面白そうな人がいるなっていうのはすごく大きかったですね。まあ、牛村さんはじめ、あと立山 TV も見させていただいて、なんか若手の面白い事業やってる方がたくさんいる地域なんだなっていうのをすごく感じさせていただいて、で、まあそういうところだと自分もこう今までと違ったチャレンジができるんじゃないかなっていうところが、その他の地域と比べた時にちょっと一個飛び出たところだったかなって思いました。6月からだと、そこから2ヶ月、3ヶ月ぐらい。そうですね。ちょうど、こういうゲストハウス的には一番忙しい時期。あ、そうですね。はい。どうですか、実際に3ヶ月ぐらい。こう、まあ、仕事で結構忙しいかもしれないですけど、うん、来てみて。そうですね。やっぱりその、まず、なんでしょうね。まあ、生活と仕事に慣れることで、まず、まあ、精一杯の部分もありながら、まあ、自分がこの街で何ができるんだろうっていうのは、すごく今考えているところというか、これは答えが見つかるんだろうかってちょっと思いながら、もともとゲストハウスで働きたいなって思ったら、面白そうな人とかがいるなっていうところと、あとはまあ自分と同じようにサラリーマン生活で悩んでる人とかちょっといるんじゃないかなっていうのも、まあ地方移住検討してる人とか、まあそういう人のこう橋渡しになれたらいいなっていう思いがあったので、まあゲストハウスを通じて立山好きになってもらって、立山のまあ飲食店とかスポットいろいろ紹介して、で、ゲストハウスのリピーターになってもらって、で、あ、なんか、二拠点居住いいかもとか、地方移住いいかもっていうふうに思ってもらえる人を増やせる橋渡しになれたらいいなっていう。まあ、今一つ自分の中ではそれが持ってるものではあるんですが、じゃあ具体的に、その、ゲストハウスで働くこと以外に、なんか皆さんがされているような具体的な行動に何が移せるのかなとか、どういう発信の仕方ができるのかなっていうのは、まだまだ模索中というか、自分の中ですごく課題かなと思って。今日も結構いろいろ話を聞いて、刺激を。そうですね。なんかやっぱり面白そうなことをしてる方たくさんいらっしゃる中で、多分自分と同じような方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう、なんかワクワクする気持ちをすごく共有させていただくんですけど、じゃあ自分に何ができるのかなとか、一歩踏み出せるかな、どうかなってところで。これをですね、変えていく。これを次の立山に、立山の未来につなげていくためのプロジェクトっていうのが今回のお話になります。はい、今これですね。で、実は先ほどの玄関口って話あったんですけれども、東口について皆さんどうお考えでしょうか。私はやはり市民にとってここは外に見せたくない場所になっているんじゃないのかなと。まあ課題4点ありますが、それ以外にも高校生ですとか高速バスの利用者の皆さん、実は駅前って居心地が悪い、暮らしにくい場所になってないかと。でここをですね、市役所の人に頼るとかではなくて、まずは自分たちで何度解決していこうというところで、あそこの1階をですね、
階層に踏み込みました。で、ここまあ一言で言いますと、利用者にとってもそうですし、市民にとっても自慢できる場所になってない。そして、昨年の、今年の年明けですね、市役所の方でこの私有地書いてありますが、この駐輪場跡地、今なっても駐輪場を撤去していただきます。Disconnected。大丈夫ですよね。なので、ここの民地とこの私有地、この両方をですね、一体的に活用して、阿波の現地の駅前から、再び、大丈夫です。切れてます。まあ、にぎわいを作りたためにですね、こう持続可能なパブリックスペースとして、企画してこの場所を展開していこうというふうに決意しました。でも持続可能っていうことはやはりビジネスでしっかりと回っていくっていう意味なんですけども、ただそれだけじゃなくて、チャレンジテナントを入れて、で、あそこで商売をやってみて、もしうまくいけば空き店舗いっぱいあります。そういったところで商売を広げていくと。こういった流れを作れたらなというふうに思ってます。で、広場と、まあ、ここは私有地なんですけど、そこと連動した形で民地の中、ここは一体的にですね、こういったイメージで、こういった雰囲気を作っていきたいというふうに思ってます。で、現在は、撤去されて、駐輪場が撤去されて、そして里見の看板もですね、こういうふうに移設にご協力いただきました。で、現在は先ほどあったように、トライアルパークとして、新しい利用が進まれてます。はい。で、先ほど申し上げました通り、10月16日ですね、ここはファーストオープンということで、ライフを遊ぶソーシャルパークスパーク立山という名前で、まずはファーストオープンしたいと思います。ファーストっていうのは、ただ単にこう、開いて終わりではなくて、まずは、あそこずっと使われてなかったんですけども、開いて、そして居心地のいい空間というものを、まずはこうかなと思って試してやってみて、で、様々なイベントを通して、みんなと一緒にですね、この駅前から新しい中で作っていきたいというふうに思ってますので、まあ先ほどの須藤さんの話もありましたが、ぜひ、実現に向けてやっていきたいですし、テナントも最初は少ないですけども、徐々にですね、ここは展開して新しい流れを作っていきたいと思ってます。で、最後に、このスパーク立山、このコンセプトについてですね、ヤモリ社の工藤さんより話をお願いします。立山ヤモリ社、工藤と申します。スパークという小文字の S に PARK でスパークですね。これはパッと見、なんかちょっと変わってるな、変だなみたいな感じに思われるかもしれないんですけれども、この招待は実は、この界隈の街、商店街などに、ある看板、古い看板などからほんの少しずつ部分的にインスパイアいただきまして、それを再構築してスパークという商業施設のロゴにさせていただきました。その思いというのはやはり、ただただこの駅前で新しい、商業施設を作るというのではなくて、本間の方からご説明ありましたように、街に開いたパブリックスペースとして、歴史を踏まえてこれからの未来に向けて街に開いていきたいという願いで、ロゴを作っております。Play Our Life というコンセプトを掲げて、ライフを遊ぶソーシャルパークと名付けております。立山駅前、阿波の玄関口、歴史と未来、暮らしと街、私、あなたと私、たくさんの点と点を紡ぐもう一つの駅を目指していきます。パーク、飲む、食べる、買う、働く、学ぶ、集う、ここは遊ぶように楽しむ暮らしの公園です。ソーシャル、このスパークの S に込めた思いは、スパーク、ソーシャル、里町、サスティナブル、坂本ビル、持続可能な里町を次世代にバトンするために、町を活気づけるスパーク導火線として、地域の思い出がたくさん詰まった坂本ビルを壊すのではなく、そのまま使い続けてパブリックスペースとしてオープンします。はい、2022年10月16日日曜日、第1弾オープン予定です。マルシェと
オクトボアーフェスト。ボア、ワイルドボア、イノシシですね。イノシシとビールの祭典、同日開催予定です。第1弾の、オープン施設としては、コワーキングスペース、物販スペース、そしてテナントさんとして、リカーストア&バー、ミーツバイストアさん、コーヒースタンズ として、コエムコーヒーさんを、と一緒にオープン予定となっております。で、第1弾のテナントさんは、まだまだ少ないんですけれども、あえて、すべて埋めて、オープンするのではなくて、これから、地域の皆さんに見ていただきながら、そこに入りたいと、思いに賛同して、一緒に盛り上げていきたいと思っていただける方たちと事業者さんと手を取り合って作っていきたいと思っております。はい。私たちの暮らしをもっと遊ぼう。飲む、食べる、買う、集う、働く、学ぶ。阿波の玄関口、立山駅前。出会いや夢にあふれた、もっと楽しい人生への乗り換え駅になりますように。Play Our Life。10月16日オープン予定です。どうぞよろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん、10月16日、まずは入れるようになりますので、お越しいただければと思います。で、最後の最後にですね、お配りしている、A4 ですかね。LINE って書いてあるものなんですけど、今回の、まちづくりイベントですとか、まちづくり情報を発信する LINE アカウントというものを開設しまして、こちらスパーク情報局というもので、ぜひ QR コードで、登録していただきたいんですけれども、今回リノベの、次のですが、今後の情報ですとか、あるいは最新のまちづくり情報、あとは、この先ほどスパークですね、活用方法とか、ぜひ一緒にやりましょうといった募集情報も流していきたいと思うので、ぜひ皆さんご登録いただければと思います。以上です。はい。はい、本間さん、工藤さん、ありがとうございました。では、続きまして、お知らせとしまして、じゃあ、はい、先に、お願いします。私、立山で、金物屋さん70年と、フェアトレードのお店を20年やっています、田中総一商店の田中明美と申します。よろしくお願いします。で、私の父と母は福井県から地図1枚で立山市に来ている古い移住者です。それで一応、まあ、コツコツと、まあ、お客様とつながって70年金物屋さんやってます。で、ひょんなことからチョコレートがきっかけでフェアトレードのことも勉強して自宅お店で金物屋さんの包丁ケースの上にチョコレートを冬は70種類くらい並べて皆さんとフェアトレードのお話をして20年になります。で、今回の参加したのはやっぱり若い人と私たちみたいな人がつながってこれからの将来を立山を南房総を盛り立てていくのが本当なんだろうなと思ってちょっと勇気を出して今日は来ています。で、いろんな経験もしているしいろんな大変なこともきっと今いらっしゃるお母さん世代お父さん世代おじいちゃん世代おばあちゃん世代の方がたくさんいらっしゃって知恵がたくさんあると思うのでたくさんいろんなことをそういう方々に経験者に聞いてもらって一緒に盛り上げていくのが一番いいのかなと思っています。で、フェアトレードタウンを私自身としては日本で初めて熊本をフェアトレードタウンにした方がいるんですけどもその方が、熊本地震で自宅も全壊お店も全壊してでフェアトレードのものが段ボールでたくさん自宅にあってそれをフェアトレードのつながりでフェアトレードの他のお店の方が送ってもらってそれを熊本のフェアトレードの商品を売りました。
私もその中に参加して、それからあの熊本のその明石翔子さんとおっしゃるんですけど、その方がお礼に見えて、それからあの明石さんとの交流が始まりまして、それでフェアトレードタウンにあの立山もせっかくだからなったらどうなのっていうことであの力を貸してくださってます。でその方が今度9月15日にあの私のお家の方の2階でお話し会をするので、あの、まあ、こちらのこういう形とかいろんな形の町の盛り上げ方とか皆さんの思いあると思いますが、あの明石さんのお話を聞いてみたいと思ったら、ちょっとまた9月15日ちょっとスケジュール午後からなんですけど、あの開けてあのお話を聞いていただければ嬉しいと思います。で明石さんは立山の海が大好きなんですよ。それであの何回かもう3回4回ぐらいあのお見えになって、私も一緒に行って海で貝拾いをするんですけど、で立山の海が見たいから行きたいから9月に絶対行きたいわってことで、ちょっとスケジュール調整して9月15日に午前中は海で、午後からはお話し会をしてくれることになりましたので、まだ詳細は決まってないんですけど、私のフェイスブックとかまたちっちゃなあのお便りができればあの皆さんにお配りしてお話し会に参加していただければと思います。よろしくお願いします。はい、田中さんありがとうございます。9月15日ということで、はい、あのご興味ある方はぜひお声掛けください。では、最後のお知らせですね、地域おこし協力隊ワーケーション推進担当の北村さんお願いします。あ、すいません、北村です。貴重なお時間いただきましてありがとうございます。あの皆さんのお手元の、このファイルのところめくっていただくと、こんな形のを挟ませていただいてます。はい、8月28日、今週の日曜日ですね、EV モビリティの体験試乗会というのを企画しております。ちょっと天気が心配なんですけど、僕が多分晴れ男なんで大丈夫かなと思ってるんですが、こういった、モビリティの試乗会をやります。ちょっと背景として、僕はワーケーション担当の、地域おこし協力隊なんですが、なんで、その、地域おこし協力隊が交通関係のことをやってるのみたいな話はあるんですけれども、僕自身が LAC 立山というですね、ワーケーション施設、筑波大学の波風というと皆さんイメージがつきやすいと思うんですが、そこの、まあ、コミュニティマネージャーというのも兼務させていただいてるんですが、そちらに訪れるですね、ワーケーションに来ていただく方が、まあ長期滞在の方も多いんですけれども、イオンに行くにしても、オドヤに行くにしても、やっぱり、駅からのアクセスはいいんだけれども、それ以外ちょっと、なかなか不便なことが多いよね、みたいな悩みを日々聞いておりました。で、ちょっとした、こう、レンタル自転車なのか、少し、移動できるものが何かないかな、なんていうところの話をしていた中で、EV バイクを、生産されている、まあメーカーさんとご縁あって、そういった、モビリティを活用して、まあ、街のワーケーションの発展につながらないかっていう、こう、まあ、タイアップの依頼をいただいたので、企画させていただいてます。で、それと同時にですね、僕が平沢浦の、犬石というところ住んでるんですが、富崎エリアというところで、ぐるっとバスという取り組みを行ってます。そこやっぱ、二次交通って皆さん聞いたことあると、まあ、二次交通の話と、あと交通弱者みたいな部分ありますけれども、皆さんスーパーに買い物行くだけでも非常に大変で、まあ、シャトルバスというか、乗り合いの車で、ご自宅のところから1キロ離れたバスの、スーパーまでお買い物をサポートするってサービスなんですけれども、なんかそういったサービスを、展開しているエリアが、まあ、富崎だけじゃなくて、西崎にもあったりとか、いろんなエリアで展開してるなっていうのも、地域おこしをやってながら、体感した部分もございまして、まあ、せっかくでしたら、EV バイクみたいな乗り物を紹介するだけじゃなくて、歩道を走れるような、四輪の、なんていうんですかね、カートみたいなものもございまして、そういったものも、せっかくなら一堂に会させていただいて、もうちょっとなんかこういうのに触れ合う機会って今までなかったよねみたいなものを実感していただくような立て付けで考えさせていただきました。ということもありますので、8月28日10時から16時という時間になりますが、LAC 立山と、
渚の駅のところの夕日桟橋で、体験試乗会を行いますので、お時間ある方はぜひ、お立ち寄りください。よろしくお願いいたします。貴重な時間ありがとうございました。はい、北村さんありがとうございます。あさってですね、ちょっと天候がやや心配気味ですけども。はい、北村さんありがとうございました。はい、では以上でお知らせコーナーも終わりですかね。はい、それではですね、改めまして本日ご登壇いただきましたお三方、そしてコーディネーターの永森さんに皆さんの盛大な拍手をお願いします。はい、では若者あり、モビリティの話あり、フェアトレードの話ありということで、あんもかんも盛りだくさんな、はい、あんもかんもミートアップ、本日これで終わりたいと思います。本日は、お参加いただきましてありがとうございました。配信ご覧の皆様ありがとうございました。はい、隣ですね、トライアルパークご覧いただくと、電球がついてますが、はい、9時までは営業されているそうですので、ぜひ、お腹すいた方、ちょっといっぱいという方、ぜひ気軽にお立ち寄りください。はい、ではすいません、皆様最後にですね、お手元のアンケートをボードで挟ませていただいてますが、簡単にで結構ですので、本日の感想やコメント、ご記入いただきまして、はい、受付の方にご提出いただければと思います。